こっち渡れない。あ、こいつらの音か。黙って動け。早々に毒食らった。バレットお願いします。よし。でここのライトは消せるな。あったよスイッチ。サクッと消しちまうか。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。くっ、それがどうした？全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。だよね。知ってた。アイテムがあるよね。まあまあ、タレット系はバレットの出番だ。よし。で、こっから、この辺からちょっと見えた。あのマテリア、あのマテリアが欲しいんじゃ。どれ？あれか。当然。とっておきだ。こちらだ。邪魔みやし。負けるわけがねえ。バレットってば。通路が動かせるんだ。お？ほほほほほ。これ以上右にやったってね。あ、でもなんか開きそうだな。ここ。ほい。オッケー。え、これ2箇所ある意味は。これ欲しい。いけそうな気がする。こまめに確認。ん？しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。そっちアイテムありそう。どこに繋げるかよく考えろよ。意味のないリフト操作があるわけないか。メダルと宝箱。エーテルターボ？ん？エーテルターボ？あ、全回復か。あれ？さっきこっちから来たんだっけ？あ、そうだね。あ、あかん。落ち着いていけ。さあ、行くよ。待ってました。ちょっと見えない。あっちはティファに任せよう。距離を保てるのがいいな。よし、こんなところかな。上戻ってリフトを戻して、H04 は向こうだ。
あれ、なんかまた違うところにアイテムがあるな。ああいう光を放ってるものって全部マテリアか。おっと、雑魚に用はねえ。やられるなよバレット。あれ、なんだ、変なのがいる。違う、こっち。ちょっと、なんだこいつ。こっちだろ。そうだ、聞いてた。気合入れてけ。ここまで。お、なんか習得したぞ。あ、育ったのか。私に任せて。頼られちゃな。はじいてる。強くなったのかな。ほら、いや、取っておきだ。おお見たか、俺の力。どうでもいい。冷たいぞクラウド。あ、H04 に近づいてる。近づいてはいるけど、あ、下行けるな。先に取りに行っても、あ、取りに行けない、臭いな。まずはライトオフ。あ、どんどんスラムから光を奪っていくぞ。これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。スラムか。つかプレート下が全部スラムならすりゃ広いよな。あれ、どうやって取りに行くの。あー、このリフト上に上がりそうだ。なるほど。動きそうだよ。でもまたしても H04 から遠のいて。太陽なんて本物が一つありゃ十分だ。神羅に作れんのは偽物だけ。だけどスラムを照らしてるライトにこんだけ接近してたらね、相当熱そうだけど。で、さっきのはじゃあそのための空冷ファンか。ぐるっと。これどこだ今。なんかいい具合に取れてないんだよな、これ。回って戻ってきたみたい。最後のライトは、あ、戻ってきたのか。ちょっと待てよ、これもう動く。あ、動いた。どこ行くんだ、お宝探しに出発ってか。当たり前だろ。マテリアはね、ユフィの次に好きだから。換気システムのメンテナンスモードを設定します。作業者は端末にアクセスしてください。あ、なんか曲打ってんだこれ。これまたチョコボのテーマだ。エレキでチョコボ。あとはまあ、あ、こんなのがある。持っといて損なさそうだけど、さっき同じカラーのマテリア落ちてたから、どっちかな気がする。まだ買わないとこ。で、休憩と。さ、最強ベンチで休憩して、
あ、違う。何してんだおい。困る。あーっと、やりがいがあるってもんだ。あー取れない。1分しかねえじゃん。マジかよ。あ、まずいです。これは非常にまずいです。グレネード、やめて。時間足りなすぎないかこれ。うっそ、まずい。ハイポーション、やばいやばいやばい。悪いな、全然間に合う気がしねえ。あと10秒しかない。これ触れんの、触れんのか。ゲームオーバーとかではなくてよかった。ちょっともう一回回復しよう。待てよ、これ再起動したことによって換気システムメンテナンスモード移行、制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。これマテイヤ吹っ飛ばされたってことないよね。おい、なんで復活してんだよ。いい加減にしろい。焼こう。OK、 どんどん焼こう。多分これ弱点だろ。よし。さっきはあのデカブツがいたからさ苦戦したけど、今度いないし。おっしゃ、行くぞ。マテリアを送れ。ファイヤーっぽい。召喚マテリアか。綺麗。どんなやつが飛び出すんだおい。さあな。こんな物騒なところからチョコボ&モーグリ。スロットそういえば一つ空いてんな。バレットだね。あの FF15 とか気まぐれで召喚獣が出る存在だったから、めちゃくちゃ召喚獣が FF7 の世界だと気楽に呼べるものに感じるな。で、私はまだ欲しいマテリアがある。どうやって行くんだろうこれ。あと近代といけないのは向こうか。どっか通れなかったところあったっけか。わざわざ送風口のところを戻っていくことはないだろうし。あ、そうだ、こっち進めなかったんだ。あ、あれだよあれ。あそこの橋がつながってればどれだけ。随分回り道しちゃったね。
ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスになんて言う。きっと心配するよね。え、さっきから H04 って言ってたけど、H07 か。ビックスはどうやって先に行ったし。メダル。下れるな。バレットが何か口出しするときはね、だいたい寄り道だな。多分この先に行けばマテリア取れるし。どいてもらう。手早く行くよ。あ、またこいつか。どこいつはヤコ。クリティカル。あれ、実は弱点ではないのか。ミアブルを持ってんのはティファーだったから。ティファーでちょっと分析しようかな。待って、毒針刺されそう。毒針刺されそう。かわす。かわせない。ポイソだ。で、見破ってみよう。あ、氷なんだ。どうだ。と、これいちいち氷持ってる人誰だったか忘れてしまう。行くよ。かかってこい。そこ。崩れた。ティファーだ。よし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 。よし、そろそろダメージ1000いけるな。あかん。ケアルでいいかな、とりあえず。あ、クラウドのオートケアルって仲間に対してもやってくれるのかな。暗い。そっちはどうだ。消え失せろ。今だ。そこ負けないから。ファースト旋回。よし。この邪魔だ。当てる。それ。よし。やってやる。オッケー。進むぞ。レベルアップ。んで、寄り道だよ、寄り道。お、上から来たか。これじゃあ目いっぱい下げちまえば、このリフトの上にマテリア。あい、来た。完璧。あれ、もう下がんない。あ、取れるか。誰だ、こんなとこに置いたの。よし、そうだよね。今みんなのレベルは16、15、15。あ、バレットとクラウドはもう体力が2000。クラウドにつけたいな。やっぱりパーティーリーダーだから一番使用率高いし。あ、自分で操作してるときは無効なんだ、これ。まるで意味がね。じゃあこれつけよう。で、じゃあサポートしてそうなティファーにこれでよし。